玄光寺は、京都市京区時和馬塚町にある臨済州、天竜寺派の天寺。三号は、時和山。本尊は、地蔵菩薩。京都六地蔵巡りの地蔵、時和地蔵がある寺として知られており、毎年8月22.23日の両日には、多くの参拝者で賑わっている。特に地蔵堂に安置される地蔵菩薩像は、上前寺にある姉子地蔵に対して、 おつし地蔵とも呼ばれている。また、時はは、源義経の母、時は午前の生誕の地であり、時は午前の晩年には境内に世を営みその地で、没したという伝承がある。境内東部には、源氏義経古母堂時は午前お墓と記された、石塔がある。自伝によれば、創建は、佐賀天皇第三王子である左大臣間常の、 三荘寺に改めたものとされており、これが、時輪の地名の由来とされている。時輪は、古くより、貴人の陰性の場として用いられ、藤原異行や五不覚佐天皇も一時陰性したと伝えられる。当初は、仁和寺の末寺であったが、安永7年にに麻酔によって、臨済宗に改められ、霊言禅寺を受けして、中公解散された。 平安時代はじめ尾の高村が一度メイドへ行った際に生身の地蔵村を拝んだことで蘇った後一期から六体の地蔵を掘り出したという伝説がある。はじめは大善寺に六体の地蔵村が安置されていたが平安時代末期の方言年間になり六地蔵を深く信仰していた後白川天皇は経営で入りする街道口にあたる六箇所に分けて安置するよう命じた。これを 平野清盛が最後に実行させ、各街道に地蔵堂を建てたものが起源だとされている。時は地蔵は、修山街道の入り口の死後のため、浄土州時は院に祀られたものと推測される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。